と先進もうな。何回目なのこれ。10回か。10回で終わる気がしないな。なんか世界ツリーって書いてあるぐらいだし。このピーピー、あ、でもこのフロアに階段があるのもあれだな。ちょっと敵が2匹いるか。使っちゃうか、道具なんか。フラフラ玉が一応あるわ。なんもないかと思ったけど。2匹だけどね。北グリーン、まあ、抜群だからいいね。ギア操作。ミミッキーに強いと言われているギア。うわ。え、でも今の爆発によってギアル死んだ気がするな。瀕死とかじゃなくて死んだ気がするわ。いいね。ピピなくなった。死神ピピも全然ないじゃん。9回。ちょっと待って、これ進んで、いや、ダメだったらちょっと困っちゃうな。ピカテウさん、俺に勝てると思っているのか。最強のピカチュウは俺だ。お、いいね。鍛錬の種、まあ、ただ進んじゃおう。これ10回で終わらなそうな気がするわ。はい、終わり。終わらなそう。うわ、ポリンゴか。まあ、でも間に入ろう。間に入って、これさ、当たるか。ボルテックか。お、いいね、いいね。お、しかもボルテックがパワーアップした。いいね。やべ、 PP 全然ないじゃん。みんな怒りざる。もうこいつ用なしだな。え、だってさ、 PP マックスがあと1個だよね確か。1個2個か。いや、もう1個もないの。1個もなかったわ。これやべえぞ。まあ、最悪枝でしのぎながら戦闘を行わずに進むっていうのも。こいつらもういいや、殺しとこう。こいつらも殺しとけ。どうせ PP もないし、こいつ。なんなら死んでもらってありがたいぐらいだ。やべえ、進化しやがった、こいつ。そう、進化システムさ、なしにしない、ちょっと。なしにしようぜ。あ、いい、ちょうどいいとこに来たな。これはね、縛ろう。しのぐか、それか。はい。粘ついて使えなくなってしまった。あ、なるほど。あ、しかも階段。誰これ。前か。前っこ。一番ボルト危ねえ。怖いな。やめろ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 。うわ、これ何回まであるんだよ。15回、25回とかもしかして。一生終わんないじゃん、そんな。そしたら道具がそもそも足んなかったっていう。角バレー。角バレー。めっちゃ呼吸開けてくんじゃん。入れ上げてくるポリゴン怖すぎる。しかもそして使ってくる技は最強光線。わけがわかんねえ。このポリゴン、ポリゴン2ってさっき言ったな。ポリゴンですね。角バルで A 上げた上に最強光線ってくるってやばいな。このポリゴン逆転の発想すぎてやばいわ。あれだな。あ、全然全然わけわかんない。あ、そっち行った。ちょっと温存も考えないと。金塊いいね。お、でも階段はあるな。終わってくんねえかな、世界ツリー。もう別にね、さ、早くお宝くれよ。ちょっとあれだな。使っちゃおう。もう多分ゴールが近いと考えて、光の玉とか使っちゃおう、1個ぐらい。1個だけ使うもん。いや、これ、どっちのルートでも敵が、あ、でもこっちの上から行って、あ、今ちょうどいなくなった、敵。しかもラピスがある、状態移しか。ゴリザルの調べだ。え、ゼニガメほっとけよ、そいつ。まあ、いいか。近づいてきた。ここいったら自分当たるっしょ。いいね。レベルアップした。またで、最近もレベルアップしなかった、ゼニガメ。おいらねえ。マジでゴミ。なんなんだ、こいつ。金だけ拾ってくれ。で、待って、ここで回復してから。アップしたか。ちょうどいいわ。これで移動しようぜ。もういけよう。はい、さあ13回まで来たよ。結構来たぞ。もうお腹減って、まあリンゴはあるんだけどさ、他の道具だよね。 PP なんちゃらとかさ、リンゴたくさんあるんだよ。それから新しいリンゴ食ったらいけるから。ただプチ復活の種もあるから、多分死んでゲームオーバーみたいのは多分ない。
ただね、PP がなくて、あ、まあ、混乱してもいいや、人間が近くにいなければ関係ないんだよな、こいつには混乱とか。最強すぎれ。あ、こじらせた。こじらせてしまったか、グラチオ、お前。こじらせた。こじらせ状態って一体何なんだろうな。こじらせるってなんかあんま使わないよね。12秒こじらせるみたいな。こいつら連携してきたんだ。あれ、死神撃ちった。死神なんか全然食らってなかったけど、なんかこれたまたま外れた的な。連携使ってくるのずるくないか。ちょっとなんでさ、今回ズルばっかしてくるの。わけは、あ、ウィルカーピックス来たか。これさ、ゼニガメが Y 持ってるんだから、 PP や眠らせ強いけど、まあいいや、眠らせなくてもなんとかなるっしょ。でだ、もう一個あれ、これはめてもいいね、グラッチ。これ枝が正面じゃなくても使えるようになったし、後半枝だけでやっていかなきゃいけないかもしれないから、だからこの枝の枝振り上手はなかなかいいはず。多分ジュニガメ、もうジュニガメ動くの早くないかなんか知んないけど、最短ルートを取ってるからか。ジュニガメさ、 PP マジでやばくないか、お前。でもこいつあれか、 PP 回復のやつがある、ラピスがあるから。え、何これ、一応ちょっと回復できんだね。またピカチュウか。まあ、敵はやっぱその強くないけど、長いし、長いし、なんか、めんどくさい仕掛けが多い気がする。仕掛けもクソもないけどね。あ、ピピなくなったから仲良く、仲良く したくないんだけど。バリカ使っちゃおう。毒もうぜえのし。あれ、ピカチュウか。で、もしかしたら、レイビー車、お、いいね、壊した。いや、いいよ、マジ、ほっとこう。お、階段あるじゃん。近づいて、めっちゃついていく。あ、待って、金だけ拾おうぜ。よし、寄ってこいよ。で、14回、月以外のは次15回なんで、ちょっと15回で。お、しかもすぐそこじゃん。道具が落ちてるな。え？変わった、今、ラプリス。あ、Y が消えてる。連打守り、まあいいか。どうから来てもこれ進んじゃうか。PP もないし、あんま戦闘しないで。俺は全然 PP ないじゃん、こいつ。おい、もう進みさせてくれ、ちょっと。はい。はい、15回クリア、クリア、クリア。はい、この回で終わりです、みたいなメッセージ。出ないな。最終回に到着しました、みたいな。不思議だね。は？何あいつ。脱走していったんだけど。ふざけんなよ、お前さ。恥ずかしくないのか、泥棒とか。やべえ、混乱したけど、こう枝は触れたはず、確か。あいつ、恥ずかしくないのかな、本当に。人のもん奪ってさ。なんなんだ、あいつ。マジでふかつくわ。進もうぜ。ゼニガメはちょっとだけ PP。これさ、でも、最悪リングルを奪えばいいんだな、ゼニガメから。あ、でも復活のために使った。これ全部回復するんじゃなかったっけ。あ、だから、最悪死ねばいいのか、別に。最悪死ねばいいんだ。お、グラチレベル30まで来たか。放電がね、35だった気がするんで、もうちょい頑張れば。しかも、このダンジョンだけでレベル2は、これ世界についてもしかしてレベル上げダンジョンとかなのかな。敵がそんなにさ、強くはないじゃん、別に。で、経験値はなんか気持ち多い気がするんだよね。いや、多いのか分かんないけど、なんかレベル上がってるし、結果的に。でも16回ってさ、これ何回まであんの。もうこのフロアで終わりです、みたいなの。ちょっと期待してるんだけど、僕は。これちょっと何も情報見ないで、あのプレイングミスだったな。いや、僕たちちょっと PP がないんでさ、手加減してくれませんかね。グラッチがさ、え、ちょ、外しすぎだろ。ふざけんなんだこいつ。階段がそこにあるからね。これ20回パターンかな。それかさ、いつだかのエムリットみたいに25。あ、ここまさかエムリットのいるとこ、もしかして。違うか、わからん。なんか星王冠マークがついてたからなんとなく来ちゃっただけで、情報をあんま調べていなかった。まず苦み一回死んだ方がいいな、お前。 PP なさすぎるわ。死んだ方がいいとは言ってもこいつ毎日階段を登れば一応ちょっと回復するからな。回復した分一瞬できるけど、多分 PP1 とかにとかしか回復しないんでしょうね。本当にわずかしか、わずかでもでかいけど。いいね、ちょっと。でも連打がなくなったのはな、
マザー連発マジで強いからな。あれがなくなったらちょっと悲しいわ。金塊らしきものがある。電気タイプに変えた。関係ねえ。吹き飛ばす。金塊か。あれはほんとに道具あるけど、どこ。ラピスの床がめっちゃあるな。ラピスのかけらって言うんだっけ。歌うやめろ。お、階段あった。これ18階だよ。多分20階だな。20階だということにしよう。お、 BGM 変わったぞ。ってことはこれはまさか。おー、なんかある。来ましたー、黄金のリンゴ。18階か。すげえ中途半端な回数だったな。やったー、クリアした。黄金のリンゴだって。黄金のリンゴって何なんだろうね。なんか HP がめっちゃ上がるとかなんかな。多分そんな気がするわ。それかお腹の上限が増えるとか、もしかして。それかもしかしたら一生お腹減らなくなるみたいな、ないかな。まあ、とりあえず見てみよう。これまあもうちょっとできそうだな。前回行ってあそこ何の大陸だっけ。わかんなくなっちゃったな。連続で撮ってるときはわかるんだけど、もちろん。多分水とかあの辺だったっしょ。水はここだわ。誰だなんだこいつら。こいつはさすがにいらないだろう。やる気になったポケモンとか言って、マンキーじゃない、怒りたら死んだしな、この間。お、赤マークがあるね。ちょ、まあ、その前にさ、黄金のリンゴ気になるわ。これこれ、お腹の最大値がぐっと増える。あ、でもその冒険の間か。お腹が完全に回復し、でもこれ1回きりしか使えないんだ。へえ、なんかのダンジョンの時に持っていくか。道具、さっきは別にリンゴが足りたけどさ、ね、そのうちリンゴが足りない時も来るかもしれないからな。割となんかさ、この、ま、マイナンの方でなかなかったわ。あ、どうした。マイナンだいぶ満足したみたい。あ、そう。お前これさ、だからその本人の前にやるのやめてやろうぜ、ちょっと。ま、プラスルートは近すぎてわからないこともあるよね。ありがとう、すっきりしたよ。でも、わからないこともあるって本人の前で言うんだ。俺だったら嫌だな、それ。前も言ったけど。まあ、とりあえずこのパチモンとつながって、いいね。順調順調。黄金のリンゴもゲットしたし。黄金のリンゴってあれさ、一応あれだよね。あ、ちょっと合ってる。トレジャーリストで合ってるよな、あれ。あ、合ってるよね。黄金道具。あ、そういう、そういうことね。これ8つの財宝って全部リングルなんかな。売っちゃったけど1個、間違えて。間違えてないな。恋に言ったわ。お前は小さい余計なもの買っちゃうのよね。なんか主婦感があるな。うちの嫁も節約節約言ってるけど、たまに普通にお菓子バクバク食ってるからな。こういうこと言ってバレたらまた怒られるからあれなんだけど、このチョコうまいとか言って、あ、節約って言ってませんでしたっけみたいなことはたまにある。まあ、節約してると思うけどね。でガルーラおばさんとの仲も見て、この中でもあの赤マーク、あ、いるわ一人。仲間増やそう。寄るな、触るな。いや、触るわ。そしてこいつ拾う。俺の右ね。夜な触るな、でもお話ししたい。小色ちゃんみたいな。小色ちゃんもお触り元気んだけど、お話はしてくれるからな。こいつは小色だわ。俺すごい恥ずかしがりやさ、誰かが言ってくるだけで全身の毛が逆立つんだよね。ほう、全然興味ないわ。よし、とりあえず黄金の木の実じゃねえ、リンゴもゲットしたし、次はどこだ大陸。このわかんないな。なんかパラムタウンとかあった気がするな。ガーメイルともつながった。こいつなんか見た目クソ強そうだから、そのうち使うかもしんないな。よし、これでガルラバさんなんかあったっけ。
じゃない。よし、じゃあちょっと道具整理して大陸移動しちゃいますかね。前回なんかパラムタウンだった気がするわ。前回やっぱらパラムタウンだった気がしたんで、カピンタウンに来た。で、一匹いるな、左下の方に。赤いマークの人が。人じゃねえわ、ポケモンが。誰だ？美味しいものについて話そう。豚が食いてえな、今。今豚肉めっちゃ食いてえわ。大満足した。はあ。御三家系あんま仲間になってない。いや、なんかこういう雑魚が仲間になってるんだけどさ、そのバシャーモとか、リザードンとか仲間になってない気がするな。リザードンなんかクソ強えと思うけどな。リザードンって最高じゃん。グラチスズニガメに一貫してるさ、チンをすかせて勝つ。ねえ、クソタイプにも強い。最高なんだよな。リザードン来てくんねえかな。こんな雑魚はどうでもいいわ。バシャーモンも欲しいけどさ。で、一応ここのガルラバさんの部屋も見るか。一匹ぐらいいそう。あ、いないんだ。なんか落ちてないか。落ちてもいない。はあ。じゃあちょっとまた道具をここで見てみますかね。OK。 ピーピーターこの間切れたけど全然余裕あったわ。ストックがありましたね。リンゴ拾った。ほんま行っちゃおうか。さて、今日は誰と。ミュウがいたらミュウと行きたいな、久しぶりに。前回なんか、お、三角神殿か。何回ダンジョン情報見てみよう。順、あ、行ってもいいかもね。これレジギガスでしょ、多分。レジギガスか。勝てるかな。ここやばくない？ 30 回だって。いや、今回普通にいけるか。4回、11回、2、3、12、ハードレイク、29回。日だまりの丘にするか、ちょっとぬるめなとこ行こう。と言ってもやるの次回かな。あれ、ミュウいない？もしかして。あ、ミュウいるわ。今日はミュウで行こう。道具持たせよう。ミュウならミステリージャングル行ってあげてもよかったけど、まあいいや。はい。OK、じゃあこれでやっていきましょう。まあ、やるのは次回ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。